どうもメルフェイツの岩です。北村です。ゼイスです。始まりましたけども、リーチマイケルことリタマル小僧こと豚まんじゅうは、お前最後豚まんじゅうやばいな。いや、いないっすね。リタがちょっといない。そうそうそう、どこ行ったんだろう。そう、なんかいないんだよな。あれ、俺走って走って走って、お待たせしました。誰？熱そう。どうもメインフェイズのリタです。豚まんじゅうじゃないもん。え、どうしどうしました。お待たせいたしました。本日の企画、逃げ切れたら賞金10万円喫煙中。10万円？何それ？今回はこの貧乏集団に賞金10万円ゲットのチャンスを与えたいと思います。逃げ切れってことは逃げるってことだよな。決してこれ僕のポケットマネーとかではなく、はい、まあ、メインフェイズのお金なんですけど。そうですね、はい、まあ、ただ一応企画費として、はい、マジで逃げ切った人は10万円プレゼントします。うわすごい、嬉しい。原付き買える。ガチ、もう何でも買える。今みんなが欲しいやつ。何でもできるやん。何欲しいの？何欲しいかな。ただ10万円っていう大金なんで、うん、そんな簡単にゲットできません。もちろんまずルールちょっと確認いたしますね。よろしくお願いします。ゲームマスターから送られてきてるんで、舞台は僕たちの地元越谷市。なるほど、まあ、埼玉県越谷市です、はいはい、広いっすね。広いですよ、だいぶ広いね。越谷市中で逃げ回ってもらいます。はい、捕まんないでしょそれ、まあ、ただし越谷中に散りばめられた10個の喫煙所、そちらを指定しましたので、はい、なるほど。1時間に1回逃走者の3人方には、はい、10箇所の1箇所を選んでそこでタバコを吸っててもらいます。僕も1時間に1回その10個の喫煙所の中の1箇所だけ向かいます。なるほど。逃走時刻にね。でもしそこでこのハンターと鉢合わせた場合、確保です。わあ、なるほど、なるほど。最初は10分の3みたいな感じなんだね。そうだね、してしまえば。そう、ただし1時間経つごとに喫煙所が1個消えます。あ、やっぱりね。まあそうだよね。収縮していきます。最初は10分の3、うんうん、でも逃げれても次は9分の3になります、はいはい、うわ、なるほどね、なるほどね。もうちょい細かいルール言うと、まあ3人は連絡が取り合える状況にしていただいて、かぶりはなしでお願いします。あ、なるほどね、なるほどね。3人それぞれ、俺はここにするわここにするわっていうのを共有した上で、はい、3人バラバラに散ってください、ね、なるほどなるほど。移動してもいいし同じ場所に留まっててもいいです、はい、はいはいはい。閉鎖されなかった場合、うん、なるほど。そういう読み合いもあります。なるほど、確かにね。だからこれ運ゲーと見せかけて意外とこの真相心理の読み合いで、いやそうだね、それもあると思う。それも若干あるだろうね。でその10万円ゲットはどうしたらできるかっていうのは、最後2分の1になって最後まで生き延びた場合、シンプルに。なるほど、最後で生き延びたら、はいはいはい、1個までいったらっていう。なるほど。もうこれって言ってしまえばノーリスクでチャレンジしてるじゃないですか。そうですね。確かにね。ただの10万円ゲット、確かに確かに。ただ逃げてるだけ、もうノーベットです。ちょっとリスクは買ってほしいんで、参加した場合10万円ゲットのチャンスもありますし、もし確保された場合明日1日禁煙してもらいます。まえデスゲームやん。デスでしょ。僕もね、あの一応このメインフェイズのリーダーとして、うん、経費の10万円絶対に渡したくないので、まあね、意地でも言い忘れていましたが、参加費として皆さんの両親、私が人質に取っております。どっちのデスゲーといった企画を本日はやっていきたいと思います。最後というわけで早速やっていきましょう。タイム、ハンターさん急げ。はい、ということで、とりあえず外来ましたと。はい、来ましたねー。で、この越谷市の結構真ん中の位置、はい、越谷駅の付近にいます。なるほど。まあ、こっからスタートしようかなっていう、はいはい、なるほど。じゃあそれでは逃げ切ったら10万円獲得、喫煙中スタート。イエーイ、絶対獲得するぞ。絶対獲得するぞ。逃げ切るからな。絶対逃げ切るぞ。早く行けよ。せいぜい頑張れよ。エンストには気をつけろよ。エンストしないだろ、オートマじゃ。3人とも行きましたね。さて、こっから戦いがスタートするというわけですが、今はこの真ん中の5番ですね、越谷駅にいるんですが、最初まずどこに行くかですね。まあいろいろね、考察するところはあるんですよ。やっぱり、まあ、僕たちのより地元の思い出の多い南越谷、レイクタウン系のあたり、あとこの蒲生駅っていうところも僕たちの地元なんですよ。で、その辺変にやっぱ親近感があるから行っちゃうのか、読みとか
ね。逆に今こう越谷駅じゃないですか、ここにあえて近いからいるみたいな、そういうのも絶対現れると思う。どうだろうな。いや一人はいそうな気するけどな。決まりました。じゃあ僕が最初に向かう喫煙所は、こちら右サイド、こちら右サイド、これから考察をしていきたいと思う。人間の心理上ね、端っこってね、あんまり最初にはね選びたくないんですよ。心理を考えまして、僕はですね1番の、宣言台の方の喫煙所に行こうと思います。はい、リタもねああ見えて人間なんで、やっぱね人間の心理ってのあるんですよ。一番上、一番端っこには最初には行かないでしょっていう話で、宣言台の方に向かっていきたいと思います。 PR 着きました、こちらです。今日はねこちらで打っていきたいと思います。一発目ですね。まあ本当に10個もあるので、まあ一旦どこでもいいかなっていう感じ。別に読みとかもそんなに必要ないかなと思うんで、ちょっと近めの北越谷にある小野沢商店さん、そこに向かっていきたいなと思ってます。あんまり離れてないよね、多分一駅ぐらいかな。いやーマジドキドキするね。最初は10箇所あるんだよね喫煙所が、まあ、僕が選んだのは9番の蒲生駅の大林酒店の喫煙所に向かいたいと思います。っていうのもね、今回一発目、僕本当はレイクタウンに行きたかったんですけど、あそこはなんか来そうな気がするんよ、リタの予想的に。マジで蒲生駅は意外と怖いポイントであるけど、まあ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 、蒲生駅の中でもあのセブンの10番のセブンのところの方が有力だと思うよ。だからあえての大林酒店、そういう考えで行きたいと思います。では移動していきましょう。さてそろそろ時間なので向かっていきます。経費10万円クソ痛いから、もちろん阻止はしたいんだけど、この1時間目で捕まるっていうのは動画的にやめてほしさはあるんだよな。どうしてこれガチだからさ、本当にマジでここで捕まえてしまう可能性ももちろんあるわけよ、10分の3でね。それめっちゃ怖えな。まあ遠いっすね、僕もちゃんといそうなところ狙って今向かってるんで、俺の中では2分の1なんよねこれ、確率的に。灰皿がありますね。ガチで緊張するこれ、マジでドキドキするわ。もうね時間的にも来ると思うんすよね。うわ勝ちで怖え、10万の夢が消える。こちらが大林酒店さんの喫煙所でーす。リタが突撃する時間になりました。さすがに10分の1はないよな。怖い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 、来んなよ来んなよ。レイクっしょ、視聴者の皆さん、リタはレイクタウンに行ってるでしょう。さすがにね来ないと思いますけどね。怖え、あー怖っ、白い車来たけど違った、怖っ。あれちょっと待って、あれちょっと待って、おいちょっと待って、ガチか、ガチか、嘘じゃん、嘘じゃん、絶対ふざけんなよ、マジかよ、マジかよ、来たんだ、おい最悪。はい、というわけで僕が来たのはガモーのお酒の前です。俺の考察合いすぎ。ガモーだったらセブンじゃなくてこっちかなみたいな。いや、そこの2分の1でなんとなくこっちに来ただけです。すごっやるじゃん。はい、明日禁煙確定、お疲れ、10枚もなし。うっ、さて確保通知していきたいと思います。え、マジ北村確保マジでえあいつ一番金にがめついのに速攻で10万円もらったやんあーおもろ北村確保です。シャ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 、オッケーオッケー、北村捕まえて一番意気込んでるやつが、とりあえず1勝目です。ほらタバコがうめえぞ。ここはまあ牢屋になるんで、はい、もうおとなしくしてて。はい、ああなるほどね、カズシ北越か、カズシが北越で岩が宣言台、はいはいはい、つまりどっちも上の方行ったんだ、うん、岩いっちゃん奥行ったんだ、うん、いっちゃん遠いところ。あで1時間経過したんで10から9に減ります、喫煙所が。ほうほうほう、それをルーレットで決めたいと思います。はい、どんどん難しくなってくからね。汗だくやんそりゃそうやろ、篠田チーズよこれ。行きます、スタート。おお8だ、8か、8ということは、あ、レイクタウンの、あ、霞だ、霞の駐輪場喫煙所だ。レイクタウン1個消えたか、なるほどなるほど、なるほど、思い出系が1個消えたと、はいはいはい、レイクタウンってさ2箇所あるやん、うんうん、まあそのうちの1個消えたのはちょっとでかいかな。でかいね、レイクタウンはどっかでね誰かしら行くと思うよ絶対。そう、残りは2人と9分の2、その2人が行ったとこは消えてないから、うん、同じとこにいるっていう可能性ももちろんあるし、うんうん、まあ
逆側をあえていくとかもいろいろあると思うんだけど、はいはい、これは逆に上の方に2人とも寄ってるんよ。でちょっとしか移動しないっていう読みで2人ともそうしてくればどっちかは当たりそうだなっていうので、確かに確かに、ここにします。なるほど、絶対にいます、誰かしら一人はいると思います。怖っ。いやこの刑事優秀だな、参ったなマジで。刑事じゃないよ、俺ハンターないよ。あ、ハンターか。気を取り直して、まあここは9だろ、近すぎもなく遠すぎもない、真ん中も選びそう。ちょっとね、難しい考察が。南コシエラの喫煙所結構ゆかりあるから選びそうな気もしなくもないんだよな。リタが今いるところもとどまるのも考えられる。マジむずい。なんか影の薄いところへ行こうか。よし決めた。ちょっと2番大袋、ここ行きたいと思います。はい、ちょっと影の薄い大袋行こうか。うん、まあ、さっきねリタがガムを行ったんで、多分リタの思考的に多分、ね、そのままねガムを滞在ってなわけでもないと思うんですよ、リタ的にもね。今度は僕がガムを行ってやろうと思います。もともといた北村の大林酒店のところではなくて、ガモのセブンイレブンの裏の、喫煙所があるんで、僕はそこ行こうと思います。番号で言うと10番です。はい、今度は1から10に行くというわけでございます。さて、あいつら覚悟へ迎えに行きたいと思います。わかりました。まあ彼らはやってくれるでしょう。無理だね、俺からは絶対逃れられない。よし、あ、何何してるの。シートベルトして待ってる。着きました。大袋のパチンコパールの喫煙所。ほら、喫煙所の休憩所がある。2回目だけど、マジで怖いね。車の音が、本当に怖い。もうね、タバコ吸ってる手が震えてたよ。まあ、セブンイレブンの裏に来たんですけども、なんとですね、喫煙所が排除されております。マジかよ、ここなくなったんか。まあでもここはね、指定の場所なんで、まあ、ここで待とうとは思うんですが、ちょっとタバコが吸えないので、ババン、ポケカを開封しながら待とうと思います。イェーイ。俺の予想が正しければここに絶対にいる。予想はカズシ。遠くないあれ。遠くない、あ、違ったわ、違ったわ、怖っ。ポケカ開封も終わったということで待っていきたいと思います。まあ来ないでしょうけどね。うん、しまって。え、待って、あ、ヘッド。嘘だろ。嘘だ。ちょっと待って、ねえねえ、2回連続これはまずい。待って待って、俺も待って、マジで同じ車種が通ってったの、白い車。ああ、でナンバー見たら違うと思ったの。ああ、そしたら右から巨人が走ってきたよ。カズシ君、覚悟です。もう足ガクガクだよ。俺なんでこんな怖い。いや、えぐいって、ほんとに。しかも予想はカズシって言ってんの。マジでさっき怖くね。怖いよ。はい、禁煙確定ね、お作り、はい、マジかよ、10万円欲しい、頼むよ。絶対に無理だよ。はい、うちの部署にね、来なさい。1万円でもいいから。カズシ確保です。やば、そんなことある。結構な確率じゃない。俺だから大丈夫そう。あいつら弱すぎだな。やっぱね、安直に考えてるからこうなるんですよ。あとは7連勝か。絶対に10万円手に入れて、原付き手に入れてやる。いや、まさか見つかるとは思わなくて、本当に俺余裕だったもん。あ、絶対来ないだろうみたいな。早いって、早いって、もう怠慢やん。本当だよ。ルーレット回していって封鎖するのをもう一個決めたいと思います。なんだこれ。3だ、 3、 3、北越、ロータリー、西口。なるほど、北越が1個潰れるって感じっすね。なるほど、岩はガモの7か。10番っすね、うん、10番。なるほど、だから俺がさっきガモ行ったから、うん、もう1回ガモのそのすぐ近くは行かないだろ、読みか、うん、岩がいい感じに俺からうまく逃げてんな、うん、そうなんよ。うまいな、うまいな。いや、いじったな、やらしい、みんな男、ほんとに汚い、汚い。いや、これどうしよっかな。ちょっとね、俺的にも面白くないっていうか余裕すぎるなって、うん、ちょっと思って、まあね、うん、これどっちか敗者復活する。マジで俺はいいぜ、それでも余裕だなっていうぐらい。あー、まあガチゆえにあまりにも早いと思う。そうね、ちょっと俺ももうちょい楽しみたいから。いや、全然やりたい、むしろ嬉しい。だって10万円の可能性あるんでしょ、ね、生き返れんだもん、ね、アホやん、リタいいな、これで10万円取られんだぜ。いやお前らはね、多分どっちか今逃げてもう次で捕まえるから。ちょっとやろう、やりますか。あ、いや全然余裕。残剣にする、残剣残
ケンして、うん、勝った方が今からもうここから逃げてください。マジか。いい、いいよ、俺先に見つかったけど。いい、じゃんけん。いい、いい、それ。いや俺も言えないからね。マジ、じゃあ行くぞ。いや、さあ、じゃんけん、じゃんけん、おい。はい、これさ、はい、これさ、いやー、よいしょ、復活。その代わり次捕まえたら絶対逃がさないから。覚悟しろよ。よしよし、じゃあこれ俺の GoPro かな。キリショー。じゃあな、モンスター解放。あ、ほら、あ、いた。いや、まあまあ一人ぐらい逃がしたところで変わんねや、結果は。俺そろそろなんかレイクタウン来そうな気もすんだよ。ああ、なるほどね。一個7番のレイクタウン、アウトレットの喫煙所、うんうん、来そうな気すんだよな。お仲間増やしてあげるから、うん、待っとけよ、おとなしく。うん、早くしてね、寂しいから。ハンターさんの隣怖い。いつ狩られるか。ちょっと降りていいよ、逃げて。ということでね、あ、私解放されましたんで、こっから10万円をまた狙えると。10万円本気で狙っていきたいと思います。ちょっと正直迷ってんだけど、あのね、スロット打ちたいんよね、俺。スロット打ちてえから、ここのパールに滞在しようかなと思ってます。実はここのパールに一旦滞在してみようかなとは思ってます。北村が敗者復活したという情報が入りまして、また2人になりましたね。まあさすがにね、2回連続はちょっと取り上げ高的に、まあそういう措置もあってもいいでしょうっていうところですね。で今回ですね、まあ、僕の考察としましては、まあ、最初が宣言台 で次ガモとこうグーッと移動してきたわけですよ。今リタの思考的にこいつ結構移動するタイプのやつだなって多分思ってると思うんですよ。そこをつくわけです。今回僕が選んだ場所は越谷駅の西口、タバコ屋さんの前の喫煙所です。また舞い戻ってきました、越谷で。まあその中間を取ったっていうわけですね。宣言台とガモの間、中間地点の越谷駅に来たと。これはね、的中してんじゃないかな。さて、着いたんで行ってくるぜ。おとなしく待っとけよ、絶対逃げんなよ。逃げても逃げる場所がないから。いやーさあ、誰で捕まえてくるのか、捕まえてこないのか、絶対いるから任しとけ。あ、いねえ。くそ、いねえわ。ここなんすけど。くそ、いねえわ。え、いないよな。マジか。レイクタウンじゃねえか。レイクとか行ってんじゃねえ。そろそろあいつレイク行くんじゃねえみたいな。行かないです。越谷です。来た。連絡来ました。確保者なしということで。ありがとうございます。今回無事クリアです。これで僕は3連勝ということですね。うん、来ました。リタが行ったのは7番、あ、レイクタウンアウトレットに行ったんですね。危ねえ、すれ違いだ。よし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 、よっしゃ、マジとりあえず生き延びました。お帰りなさいませ。さあ、腹立つな、いなかった。マジか、初外し来た。初外し、誰もいない景色初めてすぎて戸惑ったわ。逆にね、北村大袋か。え、あいつそのままいたんだ。いや、予想できたかもしれないね。あ、うっざ、裏返ってきたね。あいつ急に頭使ってきた。B はどこだろう、まだ来てない。まだ来てないな。うわ、越谷駅5番。5番だな。読めねえ。あー、ここか。ここは読めんな。岩が端端で来て次真ん中行ったんだ。真ん中行ったか、なんかバランスよく行ってるな。いや、そういうルートで行ってんだ。最初のスタート地点だ。ルーレット回して8から7に減らしていきたいと思います。よっしゃ、ルーレットスタート。4番。4だ。4どこだっけなぁ。あー、俺が一番最初に行った小野沢商店、北越谷小野沢商店さん。4か、おー、ね、北越が片方消えると。消えましたね。あ、じゃあ両方消えたか。3。あ、消えた。北越谷がもう消えた。なるほど、いいね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 。わかりやすくなってきた。わかりやすいぞこれ。さあ、7分の2の確率になってきましたね。北村が大袋にいただろう。で、岩が越谷ね。うん。あ、くそ。あ、え、パン張り込みみたいな。ここでレイクタウンとか来られるとマジイライラするんだよな。オッケー、消えました。お、さて、マジか、いねえ。絶対もう一発レイクタウンだと思ったのに。7確保者なし。よっしゃ、完全に読み通り。絶対レイク2連単だと思ったんよ。これ完全に勝ちゲー来たんじゃない？激アツじゃない？なんか1回優勢になるとかなり楽になってくんな。確保者
なしということで、レイクタウンにステイしてました。よし、俺の勝ち。今回も勝っちゃいました。なんかもうイージーっすね。くそー、逃げられた。いやまあね、まあそういうことになるよね。マジで悔しい。お前密告してるだろ。なんもしない、なんもしない、なんもしない。本当は俺の顔見ろ。俺があ、ごめん。こんわ。いないわ。マジか、やられた。うーわー、やばい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 、もうやばい時間帯来たー。勝ち、勝ちました。あぶねー、あのガモーのセブンの方行ってました。あぶねー、5連勝。うわ、あぶな。ガモー駅のセブンのとこ行ったらしい。あぶな。俺の読みだと宣言台行ってると思ったんだけど、ガモー駅まで来てたらしいっすね。やぶな。今の状況的にやばいのが、リタとイワと俺3人ともこのガモーガモーを進行しっていう割と密着した状態、もうスタート地点と同じような感覚になってるから、おもろいぞこの展開は。今あいつら近いやん、この辺だろ。うわー、向こうも緊張するだろうな。うわー、向こうも怖いからね、その同じところっていう。そうよね。そう、決まりました。なんだ。10番のガモーです。あー、なるほどね。岩が今隣の方、もう一個のガモーにいるわけだろ、ちょ、小賢しいから、その隣にあえて来るんよ。もっか移動みたいな、やりそうじゃない。やりそうだね。いや、どっちかはいそうな気がする。ここ5分の2。あー、焦ってきた。早く出せ。なんで、なんで、出せや運転手。いや、自分出せ。あ、自分俺か、自分か。くそ、絶対色もう捕まえなきゃやばい。マジで結構冗談じゃなくなってきた。あれ、マジ、これマジ、これマジで言ってる。マジか、やったか、これやったわ。ガチやばいやん、これ。え、やばい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 。うわ、リタ10番。え、これ今だよね。うわ、おもろ。全員だ、全員その場にいた多分。うわ、あぶねー。リタステイしてました。なるほどね、リタも裏を書いてきたっていうわけね。隣は全員ステイしてたってことだね。面白い展開になってきましたね。これ掛け合いですね。面白いね。やべー、やらかしてます。村長、みんなとどまってる。マジムカつく。でも、もうマジの2分の1よ。うん。もう4箇所になるんでしょ。そう。ちょっともうルーレット回そう。ルーレット回そう。もう次で確実に仕留めないと。やばいね。もう3になるよ、次。そう。2分1まで行かれる、早く。ガチ2分1あるぞ、これ。とりあえず、ルーレット回します。はい。10だ。おお、ここだ。あー、でかい、その可能性消したの。でかいね。ここ来られるとマジでムカつくから。そうね。次も。あ、これ消したの超でかい気する。あ、ここで来てレイクタウンとかある、また。いや、俺ありそうな気もするなー。これ一人は大袋来るっていう説はないですか。あー、まあ、それはあり得る。一番遠くのところ。うん。で、地元でもないところ。うわー、俺的な考察は、2か7。大袋か、レイクタウン。まあここは僕はあんまり口出せないですからね。やばい、かっこいち悩む。これむずいぞ。全く同じ考え方しなきゃいけない。リタのね、考え的には一人くらいちょっと遠くに行きたいなって思ってると思うよ。まあ遠くっていうのはつまり大袋なんですけど、このタイミングで僕はに行く。マジで負ける気がしなくなってきました。もうその場所に来ております。で、今回僕が来た場所は、今回も勝たせてもらいますよ。6連勝中の岩ですからね、俺は。ここで必ず仕留める。よっしゃー。うわっ、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 よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、ざけんなよ、よっしゃー、腰抜かす。わー、マジでもうちょっとだったのに。そう、ダメだ、覚悟を畳み。リタ、大袋じゃねえ、あっちの方行ったと思った。大袋だと思った、これ2択でした。あ、マジか。大袋かレイクタウン、ここしかねえと思ってレイクタウン来たのに。久々じゃねえか。いや、きつい戦い続いてたし。マジで泣きそうだったよ、もう。あれ、動かない、行くよ。
ショッキングピンク。ピンクかい。北村捕まった。うわぁ、目行くか。大袋行ってなかったが。なるほどね。あっぶねぇ。ギリセーフ。俺一人になった。俺が7連勝逃げ続けてます。あっつ、10万見えてきた。今何個したっけ。今確か何個し。だから大袋行ってたらいなかったよ。いなかったね。危なかったわ。マジ危ねえ。危なマジで。2分の1で俺一生悩んでたよね、うん、でっかここで捕まえたの、うん、ここで捕まえなかったら本当に危なかったからね。本当にもう2分の1確定だったんだよマジで。ここで捕まえてなかったら、うん、これでまた1個喫煙所減らせます。そうだね。すごい。ルーレットスタート。いや今すごすぎ。なるほど。7だからここレイクタウンが消えます。おー、なるほど。おもろい。これね、ありがたいよ。実は来たところに消えるっていうのは。そうね、ありがたいね。とどまるっていうあれもあるもんね。とどまんのちょっと渋いもんな。そう、うん、3分の1まで来た。絶対逃がさねえ。10万解放しようぜ。残り269。なるほど。で、岩が何個したろ。もう決めたい。2分1に持ってきたくない。同じところにとどまるっていう勝負になんか出そうっちゃ出そうなんよ。確かに岩のことだから。そうそうそう、岩の性格的にやりがちな、やりがちなことがあるんだよね。それ決まりました。おお。いや、来るかこれ。来んのか。来るんでしょうか。これ超えたらやばいぞ。ラスト一戦だからな、次。あー、怖え。白い車通った。いやー、もうここまで来たら欲しい。頼む。うわ、いねえか。うわ、いねえかも。やったわ。外した。マジかよ。南越谷外した。やっば。来ました。逃れた。ちょっと大声出せないんであれなんですけど、めっちゃ喜んでます僕今。南越に行ったみたいです。やったぜ。おい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 、2分1まで来たぞ。ラスト戦だ。やばくない。ついにここまで来ました僕。絶対に勝つ。やっちゃいました。やばいですな。どこだ。大袋ー。うわ、これむず。決勝戦とりあえずルーレット回すわ。はい、6です。ここかな。じゃあ南越が消えると、南越が消えた、つまり残りはガモは大袋。そうになります。とどまるか移動するか。2か9。俺が岩の立場だったら、うん、絶対に地元のガモで気持ちよく決めたい。あー、なるほどね。形としてはすごい綺麗だね。そうだよね、うん、これメインフェーズ越谷代表でやってる限り、ましては地元メインフェーズの発祥と言っても過言ではない。そこで決めに来ると俺は思ってます。あー、熱い展開すぎだろ。来ます。ガモに。ガモが残るってことすごいからね、うん、すごいぞ、うん、もう運命だよ。運命だよ。いや俺もこれで負けたならもう悔いはないぐらいの勢いで。うん、そうね。絶対捕まえます。最後阻止します。おっしゃ。南越閉鎖です。ということで僕の選択肢としては、ここ大袋に残るか、ガモの大林坂店に行くか、どっちかです。これが本当のラスト。どうしようかな。多分どうだろうね。どうだろうな。どっちだろうな。どっちの可能性もあるんだよな、普通に考えて。やっぱりお前はここでいた。うわ、最悪。分かってたよ、岩がここに来るってことは。ガモを捨てれなかったんだろ。俺はガモを捨てれなかった。これは運命としか言いようがない。うわ、申し訳ないよ。俺も運命を利用させていただくって来たんよ。でもそこで来てくれた岩には乾杯だわ。試合には勝ったけど勝負に負けた感じ。男気あるわ。いやー、賭けだよね。これで勝ったら気持ちいいってやつだ。いや、そうなんだよ。うわ、え、ガチ
ええマジで大袋終わったうっ、来たうっ、疲れた。なんだよ、無事捕まえましたー、すげークソげー、やっぱガモーに集まるか、最後は来ちゃったね、来ちゃったね、これはもうガモーの勝ち、運命の勝ち、運命だね、まあプライドみたいなもんだよな、ガモーか大袋だったらガモーに決まった強すぎだな、岩。マジでヒヤヒヤしたわ。すごいね。うんが。マジかー。マジで、この企画。マジで、あと 50% やぞ。10万円死守、そして3人は捕まったので、1日禁煙です。おめでとうございます。まあまあ、一応拍手しましょうか。一応拍手しましょうか。俺、ここまで頑張って。そうだよ。はい。というわけで、この動画が少しでもいいなと思ったら、高評価、コメント、Twitter とインスタのフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次の舞台はどこかな。